おはようございます。今日の名言です。何かを始めても続かないんじゃないか、三日坊主に終わってしまうんじゃないかなんて余計な心配はしなくていい。気まぐれでも何でも構わない。ふと惹かれるものがあったら計画性を考えないでパッと、何でもいいから自分のやりたいことに手を出してみるといい。それでもしダメなら、つまり続かなかったら続かなかったでいいんだ。いいと思うべきだ。岡本太郎の言葉。実は私は岡本太郎さんが大好きで、この言葉に後押しされて3月1日からこの今日の名言を始めました。嬉しいことに今日まで毎日続いています。でもこれは皆さんのおかげでもあるんです。いいねをくださったりコメントをいただくことで毎日の励みになっております。これからも続けてまいります。また明日会いましょう。ありがとうございました。